お疲れ様です。ああ、おはようございます。ああ、ありがとう柴さん。風船、あ、猫ちゃんありがとうございます。トグネさんこんばんは。まあちょっと今日言うことは、まあ初めにね、ちょっと数日まあ配信をできなく、あ、できないというあれでご心配をかけました。申し訳ございません、ご心配をおかけして。まあちょっと言えるところだけ言っていこうと思いますけども、いろいろあるので、まあP さんのことはちょっとあまり、まあもうちょっと言えないんですけど、まあまずね、クリさんについてですけども、まあクリさんと、まあ昨日30分ほど話し合いまして、こちらがねちょっと、まあちょっと、まあ入って警察が入っていることによってちょっと連絡が取れなかったこと、まあそれをちょっと謝罪しました。まあクリさんも、ちょっとスケロクちゃんに対する、ちょっとまあコメントというか、ちょっとひどいコメントについて、まあ謝って、あ、謝罪して、クリさんもスケロクシャに対して謝罪してくれたので、まあお互い謝って、まああと今後の話については、まあクリさんは、あ、だからまあクリさんが怒ってた理由としては、別にお金を返して欲しくて怒ってたわけじゃなくて、そのいろいろ、あの、俺がまあ税金だったり、まあスケロクちゃんに3万円借りてる とかいろいろ後から出てきたことによって、ちょっと待って、話が違うじゃないかっていうことで、これからどうする、どうやって返していくのっていうことで連絡したかったみたいで、それで俺がちょっと、まあその前の日からまあ警察行ってたんで、ちょっと連絡を急に取らなくなったから、それについて怒ってたということで、まあ、クリさんとしては、まあもう今厳しいなら別に3万切っても別にそれは構わないし、ちゃんと返せるのか心配だったので連絡した、あ、したかったということで、まあだから
だからまあ今後はまあしばらく、まあ今厳しいだろうし3万円でええから、まあ収入が増えたらそのうち別に多めに返してくれたらいいということで、まあ言ってくれました。いや今月の、あ今月っていうか先月の3万円はまあ払ったので、まあだからまあクリさんとの話し合いはそういう感じでまあ話し合ったというか、まあなんだろうな、3万円はまあちゃんと返していくと、とりあえずまあちょっと俺もまだ支払いが他にちょっとまあ出てきちゃったんで、それとかがちょっと心配で、それなのに連絡が取れなくて怒ってたという、まああと怒ってたのはやっぱりまあ先月まあちょっと返済前に勝手に パチンコ配信を始めたりして、それで怒ってたという、まあそれについてもまあ謝罪はしましたが、まあでも今後はまあ俺聞いたんですけど、まあじゃあもうちょっとクリさん FX はもうやんない方がいいですかねって言ったら、クリさんはいや FX はやってと思うし、それが大ちゃんの放送やから、それで FX 配信者やし、それでまあ成り上がっていくならそれの方がええと思うし、俺はやめろと言わへんでっていう言葉を言っていただきまして、まあ FX の方、あまあでもその返しめちゃくちゃあのバカみたいに使ったらあかんでっていう言われましたんで、それはまあ気をつけてやり、まあ、まあまだやる予定はないですけど、やりたいと思いますけども、まあ一応 FX についてはクリさんのまあ許可というかまあいただいたんで、まあ無理なくやりたいと思いますけど、まあ3万円はとにかく毎月、まあ最低でもまあちょっと、まあ、クリさんにも言われたんですけど、いやもう無理なら別に3万円切ってもいいけどって言われたんだけど、まあでもそれじゃあ減っていかないから、あの3万円はちょっと頑張って返させていただきますということで、まあそれは言いましたね。まあということで、まあ、クリさんとはまあそういう、まあ俺もまあ連絡取らなかったり、ちょっとどうしていいか分からなくて取らなかったのはまあ逃げたと思われても仕方ないし、まあそれはあの不快感というか怒りを買ったことだと思うし、まあ連絡まあ何どんな理由でもね、まあ連絡を取るということをすればよかったし、まあそのお金の振り込みとかだけまあ返事するようにというちょっとあの警察のアドバイスというか、まあそういうのをちょっとラジコンで聞いてしまいまして、まあそれでちょっとどうしていいかわからなくなって、そうまあそう説明しましたけど、いや
今回のことはマスケロクさんについては、まあ、クリさんの、まあ、クリさんがちょっとまあコメントというか、それでまあちょっとマスケロクさんに対してそういうまあ傷つくコメントをしたことにはもうちょっと謝罪してくれたから、あのそれはマスケロクさんもまあなんだろうな、まあ言う、まあ、許したというか、まあ、スケロクシャーもた、まあ、納得してくれたので、まあ事の発端は、まあ、俺が、まあ、借金を借りたからこうなってるんだけども、まあちょっと謝罪させたっていうか、いや、いや謝罪っていうか、まあクリさんのちょっとまあコメントでやっぱり傷ついてた部分もあるし、まあそれについてはまあ謝罪してくれた。まあで、まあクリさんについてはまあそんな感じで、話し合いがついたということで、いやクリさんは別に何もない、もういや自分も謝罪しました。だから連絡取れなかったというか連絡しなかったことと、まああとやっぱりなんだろうな、お金のまあ管理というかそういう面で迷惑かけてしまったので、あまああとまあそのいろいろ後から税金やらいろいろ出てきたことでやっぱりどういうことってさしてしまったと思うし、まあそれで多分ねどうすんのっていうことでクリさんは連絡したかったんだと思うし、まあそれでちょっとだったんだけど、ちょっとまあとあるまあとある人が、ちょっと入ったことによってやっぱりそのややこしくなってしまって。まあ、今日弁護士さんにも、ちょっと話したんですけども、まあ、債権については、まあ、何だろうな、お知らせとかその本人の承諾がないと、ま、あのそれは成立しないみたいで、まあ、それで、まあ、まあちょっとあんまり詳しくは言えないんだけど、まあ、それは全くだから、まあ、関係なかったということで。関係ない人がちょっとまあいろいろしたことによってちょっと まあおかしくなって、まあちょっとまああんまり深くはないですけど、 P さんについてはまあ徹底的に俺は許さないし、ちょっともうまあ今入っちゃってるのはあんま言わないで言えないんですけど、あのまあ殺すとかね、あのいろいろ言われたので、まあ俺まあスケロクシャンじゃなくて俺が、まあスケロクシャンが動くとスケロクシャンの住所とかスケロクシャンの本名もバレちゃうので、俺自身が動かないとあのいけないので、俺がちょっとまあ動いていくということで。いやだからクリさんについては別に何にもする気はないですね。謝ってくれたし、 P さんについては謝罪もする気がないし、なぜか毎日エスカレートしてってるんで、うん、ちょっともう
それはやりたいと思いますけど。いや、お前が悪いからだろって。え、P さんに何の関係があるんですか？だって逆に、その前に P さんって何にも関係ないじゃないですか。関係ない人が殺す、家に来たり金返せ、10万返せ、一括で返せって言ってたんですよ、関係ない人がね。クリさんについては俺はクリさんには伝えてたし、まあ元からも、まあ、P さんはちょっと俺はもう関わりたくないって言ってたんだけど、まあ、クリさんとしては俺が多分冗談だ、あの、いやもういやって言ってるけどネタでいやって言ってるかと思ったらしくて、あの、まあそれはまあ昨日言いましたけど、いやガチであれなんでっていうことで。いや、呼んだからと言ってもだって全く関係ないのに、まあちょっともう、いや殺すとか言ったことないけどね俺。債権ないのに取り立て恐喝、まあ予算とは全く今回関係なくて、クリが呼んだのかクリのも責任ある。まあでも本人が来てあれなんだし、本人が言ってるんだし、弁護士には自分は何も言ってないって伝えた。いや金返せばいいじゃんって。いや返したよ、だから今月、あ今月、先月、いやスケロクちゃんに言われていろいろやってんじゃなくて、今回は自分が指導で、あの、まあ、P さんについては動いてるというか、うん、いや金はないんですけど、まあちょっとここまで来たらちょっと、まあ彼女を守るためにもやるしかないし、ちゃんと返済ない P があられる。連絡取らなかったのは、あの、ちょっと申し訳なかったっていうか、あの、その前の日からも警察行ってて、ちょっと連絡取っていいか、そのどう返事をしていいのか分からなくて、それについてはまあ謝罪しましたけど、
借金はだからまあクリさんとの話し合いで、まあ、まあしばらくはまあ余裕が出るまで3万でいいと言ってくれたので、まあ3万円はちゃんと返していく。あと150万、債権、いや債権については全くだから通用しないらしい、うん、だからまあ P さんがなんか勝手に、まあ言ってただけであって、まあクリさんとの話し合いはあの終わったけど、P さんについてはちょっとまあまだ進行中というか、クリが買い取った、いやそれもなんか昨日クリさんとの30分話した時に言ってたんだけど、クリさんもなんかまあ顧問弁護士に聞いたみたいで、その債権についてはやっぱりダメだったみたいで、それはやっぱダメだった、あかんかったって言ってたんだ。やっぱり債権についてはまあ全く関係なかったというか、いやだから P さんがそのやっぱりまあ謝罪してくれる感じもしないし、なんか毎日俺のこと言ってるし、まあスケロクさんのことも言ってるし、まあだからそれについてはもうまあ何言われても無理ですね。いやそもそもお前が悪い、いや悪いかもしれないけど P さんには全く関係ないことで、今回だって P さんから俺はお金を借りたわけじゃないし、債権のことも全く関係なかったわけだし、 P さんは勝手にその債権をもらったと思って、言ってたわけでしょ。もともと別にクリさんとはまあクリさんにはやっぱりまあ借りてたし、まあちゃんとしないといけなかったのであれだけど、P さんが謝っても許されない。いや謝らないでしょ。まあ裁判費用はちょっとまあ大変なんですけど、まあちょっとまあ一緒に来たクリさんが悪いってこと。いやクリさんもクリさんについてはだからまあスケロクさんに対してなんだろうな、まあスケロクをまあスケロクを売れよとかいうか、風俗っていうかまあ体売れよみたいなことを言ったことに対して、ちょっとそれはひどかったって謝罪してくれたから、それはまあ本人がそのスケロクさんに対して謝罪、まあまあ俺に謝罪して、あ伝えといてって言われたから伝えたけど、それについては多分もう
話し合ったんで、それは許せんやろ。いやでも謝罪してくれたから、もしそれを言っても、いや、やっぱりそのなんだろうな、冗談が通じないこともあるからね。なんで P は別なの？いや、 P さんについては全く関係ない、関係ないのに殺してやりたいとか殺すとか言われて、それちょっとおかしいんじゃないかなと。いや関係あるじゃんって。いや何にも関係ないじゃないですか。クリーさんが呼んだ、いやクリーさんが呼んだからといって、いや俺関係ないから行かないよって言えばよかったんじゃないの。いや関係ないのに、なんだろう、恐喝したりしたってこと。いや俺が P さんにお金を借りてたら分かるんだけど、 P さんにお金を借りてたわけじゃないし、いやちょっと警察とかその弁護士についてはちょっと深くは言えないんだけど、まあ動いてます。被害者ぶるな。いやだからクリさんについては俺は連絡取らなかったし申し訳なかったと思うけど、 P さんについては別に俺全く悪いことしてないと思うんだけど、クリは家に行く前に、だから電話途中で切ってその配信を取り直そうと思ったんだけど、その間にちょっとまあなんだろう、警察やっぱり入ってることで ちょっとしばらく動けなくなってしまったという。まあそんな感じですね。いやそれはだから昨日も伝えたんだけど、まあその時に伝えればよかったんだけど、ちょっと言っていいのか分かんなくて、いやなんで今配信できてんのって。いやだから深い話はしてないじゃん、そのそっちの話は。クリさんのことは別に話せるけど、そっちの件はあんまり深くは。
いや警察呼んでないよ最初警察はその家に来る前に行ったあの前日か前あの DM そのパンあ P さんがスケロクさんに送った時に行ったからうんだからもうスケロクさん自体の件でもう今動いてるわけじゃなくてスケロクさんはそのもうスケロクさん自体が動くとその住所とか名前があっちにバレちゃうからまあ俺のことで今動いてますけど。まあ俺の方がやっぱ結構まあなんだろうな殺すとか殺してやりたいとかまああと債権の10万勝手になんかあれでまあ請求してきたりそういうことであのなってるからいや俺が被害者ですね。あの殺すって言われて震えてました。震えて夜も眠れませんでした。怖くて。だって家に何回も来た人間が殺すとか殺してやりたいって言ったら本当に殺すのかなって思うじゃん。だからちょっと P さんについてはまああの許す気はないですね。あの謝罪もしてくれる気ないし、うん、いやけああんまり言えないけど、まあ、まあそっちはもうちょっと動くしかないなという。今謝罪してくれたら水に流すの。いやでもしないでしょ。家に帰りましてツイートじゃよかった。連絡全く取れない。家に帰りますツイート振りって捉えても仕方ない。いやクリさんが来るのはわかるけど、なんで P の人が来るの。とにかく化け物の雑談たぬき見てやり方を見な。どういうこと。
いや、クリさんについてもだからクリさんには言ったよ、もうあのだから前々から奈良に行くたび言ってますけど、あの俺は別に会いたくないって言ってましたよねって言って、でもクリさんからすると俺が ネタであの本当に嫌いじゃないと思って言ってたと思ってたらしくて、いや P さんから俺金借りてないよ、P は善逸がクリに金返さないことを放送ネタにして利用したんだろう。まあそうなんじゃないですかね。いやだから電話出なかったことに関しては昨日あのクリさんにはあの謝罪というかも本当に申し訳なかったっていうことであの謝罪しました。いやプロレスって言ってもちょっと度が過ぎるとね、謝罪したらお前が悪い。いや P さんについては別に俺は悪くない。P が警察に問い合わせしたのを忘れんな。債権者。だからまあこの枠でもあれだな。まあ債権者は全くあれは関係なかったという。あ、ありがとう芝さん、カラフルライト。元の原因は全てで、いやまあ俺が確かにお金を借りたことによってこうなってしまったんで俺の責任です。も申し訳ございませんでした。あ、ハートありがとう黒井さん。いや、返していきます。ちゃんと。動画で謝罪しろ。皆さん、ご心配を、かけまして、本当に、今回事の発端は俺が、繰り返し繰り返しお金を借りてしまい、欲望に負けて、借金を繰り返したことにあります。それで、今回、栗さんに、ちょっと、何はともあれ連絡を取れなくて不安に、まあ、あの怒りと不安を与えてしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。あとリスナーの皆様にも、毎度ながら不愉快とご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。これからは反省し、コツコツ頑張っていきたいと思います。
いや、 P さんについては、謝罪する気はありません。 P さんについては謝罪する気はありません。ただこの、リスナーさんとクリさんについては本当に申し訳ございませんでした。まあ、事の発端は俺なんで、まあ、スケロクさんにもご迷惑をおかけしてます。スケロクさんにも俺のせいでご迷惑おかけしてます。申し訳ございません。これからはもっといい男、もっといい大人というか、大人の対応、大人の、男という生き方でちょっと、心を入れ替えていきたいと思います。とりあえずですね、本当にご迷惑とご心配、あと俺のだらしなさ、お金のだらしなさ、ちょっと、見せてしまいまして、本当に、恥ずかしいというか、もう情けないです。本当にに申し訳ございません。DV してません。夜のプレイでビンタはしましたけども、普通の時はしたことありません。それは俺の性癖です。申し訳ございません。夜のプレイでビンタするのは俺の性癖です。それが DV というなら、申し訳ございません。それについても謝罪します。首も絞めてます。申し訳ございません。それが DV というなら。でも普段はしてません。それは俺は 愛情だと思いました。ビンタと首絞めは、まあ、それが俺が気違いっていうなら気違いかもしれないです。ただ、それはまあ申し訳ない。まあ言われ、いや今言われてるから、ね、DV って DV はしてないと思ってるけど、それは普段はしたことないんで、まあちょっと話が脱線しましたけど、とにかく今回の件は本当に俺が本当に発端で、もうすべて俺が悪いです。もともと俺がお金を借りなければこんなことにならなかったので、もう1回のことじゃないんで、1回、2回、3回と、今回も、まあ今回もっていうか、毎回こうね、借りてなってしまうんで。本当に今回は本当に肝に銘じて、でもちゃんと、はい、もちろん借りたお金なので、ちゃんと、まあ少しずつではありますが、ちゃんと返していきますと。逃げる気はありません。
ありがとうございます猫ちゃん、情けない。まあまあちょっと、まあそれはまあ脱線するからまあ言いたくないけど、まあそれはお互いのあれなんでね、夜のプレイはね。いや俺、いや本当にあの俺は別にクリさんに返さない気は元からないので、うん、あ、かい、あ、返さない、返さない、返さないつもり、ん？返さないつもりは元からないので、ちゃんと返す気持ちでもちろん借りましたし、ただ先月ね、返せなくて、俺もちょっとパチンコやってしまって、あ、パチンコ配信いきなり始めて、何考えてんのっていうことで多分クリさんも怒ったと思うのね。お前かい、なんで返さないでパチンコしてんのっていうので、パチンコ配信してんのっていうことで怒ったというか、あのそういう不信感を与えてしまったんでね、それも謝罪しました昨日。それは俺が悪かったですっつって、うん、そこで返さない。いやだから、まあ、先月はそうですね、まあそれは俺が悪いです、うん、まあ、今月はもう、あ、今月は、先月はあのまあ返しましたけど、今月もちゃんと、もちろん、返します。まあまあ最初に言いましたけど、クリさんが心配してたのはそのまあクリさんの借金だけだと思ってたのに、税金の払いや、親の300万円、親がなんかわけわかんない300万要求してきたり、ちょっとスケロクちゃんにもちょっと3万円借りてるということで、お前どうなってんだっていうことで怒ってたらしい。お前そんなんで、いや俺だけじゃないのかっていうことで、もうどうやって返していくのっていうことで連絡したかったらしいんだけど、俺が、だからあの連絡しなかったから、怒ったということで、それは大変申し訳ございませんでした、まあ、クリさんはだから心配してね、あのお金を返してほしくて怒ってたわけじゃなくて、心配で、怒ってたらしいです。いや編成結果がとりあえず、まあ、クリさん、いや3万本当に大丈夫なのって言われたんですけど、3万切ってもええでって言われたんですけど、まあそこは俺の誠意ということで、まあ、最低3万円は頑張って返していきますって言いました、うん、最低限、まあ収入が増えていったら、まあ、返してくれたらええ、いいって言ってくれましたんで、まあ、しばらくちょっとあの3万円誠意を持って返したいと思います。収入ないじゃん。収入は確かに、前と比べて、落ちてますけども、まあ、ちょっと、この流れで言うことじゃないかな。まあちょっと今ドル円もかなり、いい感じなんでね、チャンスが来るかもしれないんで、ちょっとそれも頑張っていこうと思います。FX についてはクリさん
にクリさんに聞いたんですけど、FX はしても大丈夫ですかって恐る恐る聞いたら、クリさんが優しい心で、ええで、大ちゃんは FX が持ち味なんだから、俺はやめろとか言えへん。ただ、バカみたいにお金を突っ込んで溶かすのは、やめなねって言ってくれました。なのでクリさんの、言うことを聞いて、ちょっと FX も頑張りたいと思います。まあただ今すぐはやんないですけど、ちょっと心を落ち着かして、FX で頑張っていこうと思います。いや、配信外では俺は、FX は、やらない。もちろん。いや、ちょっとまあ、その他についてはまあ、ちょっと考えるけども、ちょっと副業というか、ちょっと今、それも検討中というか、ちょっとまあ、後々、発表することもあるかもしれないので、はい、ありがとうございます。え、300万って何ってどういうこと？親が言ってる300万はちょっとこれはもう全く不明なので、これはちょっともう脳幹で親が言ってるのはちょっとよく分かりません。300万円借りた覚えもないし、はい、まあ、ただ言ってのは多分携帯代のことを言ってるのかもしれないですけど、携帯代だからといって300万はいかないと思うので、うん、まあ親にはちょっとまあ申し訳ないですけど目をつぶってもらって、うん、クリさんにはちゃんと、返していこうと思います。誠意を持って。300万の明細、俺が300万って言ったことについて親がブチ切れてるんで、これ以上言えないですね。俺が300万円のスクショを配信で見せたせいで、めちゃくちゃ怒りの LINE が、この間から来てたんで、年金わかんない、払ってないんじゃない、親が払ってんじゃない、うん、わかんないですね。年金は俺ちょっと興味ないですね、うん、年金はちょっと興味ないですね、うん、年金わかんないね、仕組みが、うん、でも払ってんじゃないかな多分。誰がだって、いや分かんない、親が払ってんじゃないかな。年金で300万なの？年金のお金で言ってんの？300万って年金300万もするの？まあ、ちょっとよくわかんないですね、それは。まあ、親はちょっと置いといて、とりあえず俺はクリさんのことはちゃんと、返していきたいと思います。本当に、クリさんと、リスナーさんには、本当に心から謝罪します。申し訳ないです。本当に。ちょっと心を入れ替えて、ちょっといろいろ、ありがとう、柴さん。心を入れ替えて、ちょっと、
生きていこうと思います。本当に申し訳ないです、こんなゴミになってしまって、いつからこんなゴミになったのか分かんないですけど、もうちょっと前は真面目なっていうかいい男だったんですけど、こんなゴミというかふわっちトップクラスのゴミになってしまって本当に申し訳ないです。本当にもう恥ずかしくて、もう本当にしょうがないです。こんなゴミなのにまだちょっとスケロクちゃんが一緒にいてくれることに感謝を持っていきたいと思います。本当に普通ならこんなゴミだったら捨てられると思います、とっくに。今日なんかスケロクさんの配信見たんだけど、俺の誕生日も祝ってくれるらしいよ、こんなゴミに。もう情けないよ、本当に申し訳ない。いや、今回ばかりは俺本当に反省してます、本当に。いや、事の発端は俺だから、やっぱり何はともあれ俺がやっぱり借金しなければこうなってないし、俺のせいだから、だから本当にまあ俺がいけないですね、誰が悪いとかじゃなくて、まあ誰が悪いとか俺が悪いですけど、あ、風さんありがとう。まあ P さんについてはちょっとまあもう深く配信で これ以上今後も言わないと思います。発端ね、いや本当にもう何回でも本当申し訳ないです。今回はもう許してほしいとは言いませんし、今回のでもう許さねえよっていう人はもう申し訳ない、それでいいです。でも許してくれたらまあ俺は本当に嬉しいです。いやもう終わるよ、これ以上言っても墓穴、俺が言っちゃいけないこと言っちゃいそうだし、言っちゃいけないことを、まあでも以上がでも今回のまあクリさんの説明がほとんどだけど、もうケツ穴でも何でもいいです、ケツ穴掘られても文句言いません、本当に申し訳ないです。いや、イベント出れないよ、本当申し訳ないです。